ギョンドクです。ガッツポーズで観衆にアピールしております。1万6000人満席のアトランティックシティコンベンションセンターです。こちらはチャンピオンのフリオ・セサール・チャベス。ご覧の通りの成績です。素晴らしいですね。だけどそうですね、72戦してですね、はい、負けも引き分けもありませんし、はい、そのうち59回 KO ですからね。そうですね。1万6000人の観客の中にはだいぶメキシコ系の お客さんもいらっしゃいます。祈るような仕草を見せましたアンギョンドク。さあ第1ラウンドの開始です。左のボディーブロー、左のフック、2本目の2発目の左のフックは空振りしました。チャベスは最初から、出てますか。出てますね。攻める雰囲気ですね、はい、本来スロースターターと言われているんですが、今日は浜田さんのお話で早いラウンドから前に出ているということです。左のジャブがよく出ています。ちょっと浜田さん、はい、案の方はジャブが出ませんね。あっと左の服、はい、出だしなんで、ちょっと警戒しながらというところがあるんですね。あ、そうですか、はい、表情はどうですか、硬さというのは。うん、やっぱり、緊張気味な感じありますね。あ、そうですか、はい、とにかくジョーさん、アンギョンドクの方は海外での試合も初めて、はい、世界タイトルへの挑戦も初めてなんですよね。そうなんですね、本当はもっと早く世界タイトルやるはずだったんですけれど。あ、そうですか。リーサンホっていうライバルにですね、はい、東洋タイトルの防衛戦で2対1の判定を失ってですね。あ、そうですか。そのために3年間回り道しましたね。右のストレート、はい、ロープに詰まりました。アンギョンドクの方が怖がってる。あ、そうですか。あ、コーナーに詰まりました。右、右のオーバーハンド、あっと右から左、左のボディブロー、これはブロックされました。左フック顔面、アンギョンドクちょっといいパンチを見せましたがブロックされています。左のフック、これも顔面浅くかせただけ。右ストレート、ちょっと顔が変わってきましたね、チャベスはね、はい、顔面からボディと左を伸ばしました。チャベスリングの中央です。左のジャブが出始めました。アンギョンドク右は空振り、右、これは大きすぎます。ちょっと浜田さん大きすぎますか。アンの振りですか、振りというよりもぎこちないところあるんです。ぎこちない。あ、そうですか。チャベスに圧倒されてるところありますね。あ、そうですか、はい、左のアッパーを突き上げました。これも顔面鼻先をかすっただけですから、後ろに下がり方、ジャブの出し方でもちょっとクワクワ出してるんですね。あ、そうですか。強い右が顔面をヒットしました。チャベス、あっと左から右、最後は左のフックボディへ。アンギョンドク赤コーナーへ詰めました。チャベス左のボディーブロー、まだ緊張の色がうかがえます。アンギョンドクまたロープに詰まりました。プレッシャー相当感じてますね。かかってますか。あ、そうですか、はい、偉大なアッパーカット、これはブロックしています。チャベスは、リズムあって体柔らくていいですね。あ、そうですか、はい、ちょっとアンの方はリズムもちょっとバラバラになってくるところありますね。あ、そうですか、やっぱりあと左のフックボディ、いいパンチでしたがちょっと肘に当たった感じです。第1ラウンド終了。肩で大きく息をしました。アンギョンドクが今椅子に腰を下ろしました。チャベスの方は立ったままです。さて浜田さん、採点をしていただくとどうなりますか。チャベスの10対9です。10対9、はい、これは小泉さん、マスト10ポイントシステムと言いまして、はい、どちらかに必ず10点はつけるわけですね。そうなんですね。余談になりますけれど、はい、2年前にですね、韓国のウェルター級の挑戦者のですね、はい、リー・ショージュン、リー・スンスンっていう選手がですね、はい、ラスベガスでマーク・ブリーランドに挑戦したとき1ラウンドから出て行きすぎたんですね。それでカウンターって1ラウンドでノックアウトされたことがあって、だからですね、アンギョンドクのマネージャー全高選手ですね、これは1ラウンド目は慎重に行けっていう風な指示を出してたらしいですね。あ、そうですか。
浜田さん、はい、第1ラウンドの両者の動きをどういうふうにご覧になりましたか。チャベスはいつもの感じだと思いますね、はい、アンの方はやっぱり、パンチ出すとき出すというのはやっぱりちょっと怖いところあるんですね。あ、なるほど。どっちかガードが開くということになりますから、やっぱそういうところがありますね。あ、後ろに下がりながらというのもこれも追い込まれての下がり方ですから、やっぱり押され気味なところありますね。あ、戦術として下がってるんではなくて押されて下がってるということですね、はい、またロンプリッツバッター右ですが、今のように怖がっているところにパンチを入れているんですね。右顔面をヒットしました。チャベスは、渾身の力というよりも軽く出した、そうでしたよね、はい、軽い感じでしたよね。ですから怖がっていると余計に効くんですね、これは、はい、ラッシュします。チャンピオンクリンチで逃れます。アンギョンドク、ちょっといい右をもらいましてダウンしました。でもやっぱりちょっとぎこちないですね。あ、そうですか。押され気味ないですね。あっと、また右から左、やっぱちょっと腰引いて打ってますね。そうですね、ちょっと腰が落ち気味です。またロープに詰まりました。左のボディーブロー、左の顔面、右、左、左ボディーブローから右、やっぱちょっと怖がってますね。あっと、ダウンだ、ダウン、ダウン、2回目のダウンを起しました。今のは効いて倒れたっていうよりも怖がって倒れた、ね、怖がって倒れた、はい、あ、そうですか。そういうのが強いですね。この試合は3ノックダウンシステムは取っておりません。何回でもレフェリーが危ないと見たら試合をストップします。右、また腰が落ちました。アンギョンドク、チャンピオンチャンスです。またロープに詰まりました。アンは前出た方がいいですね。あ、そうですね、打ち返すかクリンチしてしまうんですね。しかしもう出られないという感じですね。そこを出ないと倒されますよね、はい、ロープに完全に詰まりました。もう怖がってますね、はい、左右の連打、チャンピオンのチャベス、ちょっと絶望的な感じで左のフックを振るいました。アンギョンドク、しかし完全にもう試合をコントロールしています。セザールチャベス、この腰の引き方じゃちょっと効いたパンチは打てないですね。あ、そうですか、はい、これじゃ普段の半分の力も出ないと思いますね、この腰の打ち方では。今残り1分を切りました。まだあと1分あります、このラウンド。すでに2度のラウンドを2度のダウンを期しました挑戦者のアンギョンドク。右から左とパンチを振るいますが、いずれも空振りです。左のボディーブロー、左を多く使っています。チャベス、コーナーに完全に詰まりました。自分のコーナーに詰まったアンギョンドク、パンチに力がありません。手打ちでこれ、そうですね、これだけ腰引いたんじゃいいパンチ打てないですね、はい、左から右、あっと左のフックですが顔面ヒットしました。あ、場内歓声が湧いています。チャベスはですね、倒しにかかってますからちょっとガード甘くなってますからね。あ、そうですか。思い切ってですね、思い切ってパンチ打ち返すことですね、はい、まもなく残り10秒を切ります。第2ラウンド、今10秒を切りました。左のボディーブロー、あっとまた腰が落ちた。アンギョンドク、しかしなんとか2ラウンド持ちこたえました。これは頑張ったアンギョンドクへの歓声でしょうかね。大きな歓声が湧きましたが、どうなんでしょうかね、採点はどうでしょうか。チャベスの10対7です。10対7、はい、ダウンが2回ありましたアンギョンドク。今日はですね、はい、1ラウンド KO が多いんですね、前座でですね、はい、豪華カードだったんですけど、レイザーラドックもノックアウトしたりですね、それからサイモンブラウンも出て1ラウンド KO、だから今の歓声の中にはですね、あんまりチャベスが早く倒すんでなしにもう1ラウンド見られてよかったっていうそういう気持ちもあると思いますよ。今アンギョンドクのコーナーはですね、はい、動き続けろと、動けと、それから、はい、もっと近くへ入ってしまえというアドバイスが飛んでるようですね、はい、もうそれが正解だと。正解ですか。逃げると倒されますね、はい、前出ないとダメです。第3ラウンドに入りました。元気よくコーナーを飛び出しましたアンギョンドク、しかしじりじりと前を詰めて追い詰めます。チャンピオンのチャベス、このラウンドはパンチがよく出ています。前出ています。アンギョンドク、はい、そうですね、前出てますね。今のパンチであれば威力ありますよ、はい、これまで13の KO 勝ちを持っていますアンギョンドク。ちょっとブロックの上からですけど、今までよりはいいパンチを打ってます、はい、また打たないことに話になりませんからね。右から左と振るいました。ちょっと怖がってますね。チャンピオン、あっと、また腰が落ちた、腰が落ちた。完全に怖がっている感じ。ダウンは取りません。カウントはしません。世界一のボクシングじゃないですね、これじゃ。右のアッパー、ちょっと観衆も騒いでいます。左から右、パンチを効いたっていうのも座り込もうとしましたからね。あ、そうですよね。
完全にフィニッシュを狙っております。チャンピオンのセザール・チャベス。チャベスも納得いかない感じでしたね。あ、そうですね、取り込もうとしたところ、はい、左のボディーブロー強烈です。もう一発、これちょっと低いか。もう一つ左のボディーブロー、いい角度から狙ってますね。あ、そうですか、はい、右から左とパンチを振るいます。アンギョンドク、白いトランクスが挑戦者のアンギョンドク、赤いトランクスがチャンピオンのセサール・チャベスです。左のアッパーカット、これは空振りです。チャンピオン、チャベスもですね、ええ、KO チャンスが早く訪れたためにちょっとボクシング荒くなってます、ね、あ、そうですか、これ本来の彼のボクシングではないんですね、ええ、もっと左を出してですね、ええ、左で相手のガード上げてから左アッパーボディーいきますね。あ、そうするとボディーブローがもっと効くんですけれども、う倒しにかかってますね。ちょっとスタンドでハプニングが起こっているようです。場内が騒然としています。場内が騒然としています。立ち上がるお客さんも出ています。ちょっとここでダウンです。顔をしかめております。アンギョンドク、ちょっと小髪あたりでしたけど、はい、聞いたというよりもやっぱりちょっと怖がってますね。ちょっとよりも相当、あ、首を振りました、首を振りました。自ら試合を放棄しました、挑戦者のアンギョンドク。チャベスも納得いかないような、ね、あ、そうですね、はい、完全に倒したかったんでしょう、チャンピオンのチャベス。最後はアンギョンドクが首を振って試合が終了になりました。あれだけ怖がってたんじゃ試合にならないでしょうね。そうですね、完全に倒したくてもあれだけも腰引いてしまったんじゃ試合にならないですね。正式なノックアウトタイムはまだこれから発表になりますが、2分14秒ということになりそうです。あ、今WBC の会長のスライマンさんが今チャベスに話しかけてました、はい、どちらもまあメキシコですね。そうですね、はい、まあ、WBC はメキシコにありまして、はい、あ、今左側にちらっと映ったのがスライマンさんです、